はい、皆さんこんにちは。今日はですね、所沢市に流れるですね、吾妻川へ来てます。今映ってますかね、吾妻川。ここはあの普通のソメイヨシノがね、あの綺麗に咲くところなんですけども、一部河津桜もね、植樹されてて、今まだ満開ではないですけれども、ご覧いただけますかね、結構ね咲いてます。今日はね、ちょっと自宅から比較的近いところのね、桜の咲いているところないかなということで、ちょっと、いつもの中華モンキーでね、ぐるぐる巡りたいというふうに思ってます。今ね、ちょっと移動してきたんですけれどもね、これ綺麗だな、しだれ桜ですね。まあ色からしてね、河津桜じゃないんですけども、しだれで、しだれの寒桜って感じですかね。こっちは普通の寒桜ですね。綺麗だな、結構こうやって咲くんですね。これは梅の花ですね。よし、また移動してみましょう。はい、改めまして皆さんおはようございます。今日はですね、2月の25日土曜日になります。先ほどちょっと触れましたけどね、今日はね、近所の桜、この辺をねちょっと見に行きたいなというふうに思ってます。それで、あの私がよく YouTube で動画見てるですね、ジョーバイク TV さん、この方がね、今日本の桜を見に行こうというね、そんな、取り組みをねやってます。ですんで、ちょっとね私もいい、桜がね今日撮影することができればね、ちょっとそちらのプロジェクトにね、ちょっと参加してみたいなというふうに思ってます。それでこの後ですけど、富士見市、ララポートとかある富士見市の方にね、山崎公園というね、こちら、埼玉県では比較的有名な河津桜の並木のあるところなんですけれども、ちょっとねまだ早いかな、何とも言えないんですけど、ちょっとね行ってみたいと思います。はい、富士見市のね富士見川のところまでやってきました。詐欺が歩ってるけど、ここが富士見川っていう、まあ荒川の支流なんですけどね、これをねもうちょっと向こうの方へ、下流の方ですね、向こうの方というの方へ行くとね、河津桜の並木のある山崎公園というところに出ます。ここがね駐車場なんですよね。せせらぎ菖蒲園っていう公園と一緒なんですけど、菖蒲のね、菖蒲の季節は菖蒲で綺麗なんですけどね、こちらがねその河津桜並木になります。うん、結構綺麗に咲いてますね。まだでも三分咲きぐらいなんでしょうかね。ちょっとゆっくり通過していきます。でもねいいですよね。
はい、それではね、Uターンしていきます。いや、本当綺麗です。まあ、二三分咲きって感じですけどね。この土手のちょっと上はね、サイクリングロードになってるんですね。ちょっと上からも撮ってみましたけどね。いや、本当この左がね、勝負の公園になってるんで、また勝負の季節、5月ぐらいですかね、また来たいなと思います。うん、そうですね、河津桜だからまだまだ楽しめそうですね。はい、しつこいですけどね、もう一回ね、桜並木通っていきたいと思います。それでね、この後なんですけど、せっかく富士見市までね来たんで、最近ちょっとハマっている工場直売のお店、この辺にもあるんですね。その中で東京ドーナツさん、こちらね、以前1ヶ月くらい前かな、あの動画ではアップしてないですけど行ってきたんですよ。でね、非常にドーナツ安くて美味しかったんで、ちょっとね、そちらの方へ行きたいと思います。はい、桜並木は以上になります。ジョーさん、いかがですかね。この感じでちょっと動画アップしたいと思います。はい、まもなく到着です。あの緑色のところがそうですね。はい、ということでね、今あの関越の三好のパーキングエリアのそばまで戻ってきました。今日はね、朝からね、朝からって言っても9時過ぎですけどね、家出たのね、埼玉県内のね、桜、これはあのジョーバイク TV さんが、主催しているですね、日本の桜を見に行こうツーリングプロジェクト、これの一環としてね、ちょっと今日桜を見に行ってきました。でその後はね、東京ドーナツ、こちらのね、工場直売で、ドーナツをね購入したとこういうことになります。はい、というわけで今日はね、この辺で失礼したいと思います。この後ね、またちょっと自宅の近くで昼食でもしてね、自宅の方には戻りたいと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからね、またあの桜の便りがあちらこちら聞かれると思うんで、まあちょっとちょろちょろとね出かけてみたいなと思います。それでは今日はこれで失礼いたします。バイバーイ。